それから数日後、トランクスは人造人間と戦う強さを身につけるため苛烈な修行に励んでいた。よし、今日の修行を始めるか。はい、お願いします。分かってると思うが、人造人間の強さは半端じゃない。俺は本気で相手をする。君も気を引き締めてないと大怪我するぞ。わかりました、行きますよ。ゴブリンを倒せるくらい強くなって人造人間を倒す力を手に入れるんだ。その息だ。その調子だ。こうして戦っていると少しデキータさんを思い出せよう。ありがとうございます、ゴハさん。よし、これくらいにしておこう。はい。